僕たちの国でこれでもう全部解説終わりです。いっぱい出てきます、バブ天王さん。はい、もう一回考えましょう。日立の国不動機でしょ、ヤマトタケルの御事なんでしょ。これ私よく出してますよ、卑弥呼の時代の東アジア、ヤマトタケル、ここにいましたよ。倭国ですよ、卑弥呼のすぐ死んだすぐ後でしたね。この時近畿に東帝汶の国ありましたよ、中国の師匠から言えば。日立の国もっと東ですよ。田川鞍手のヤマトタケルが日立の国に行ってるわけがないです。和武天皇はヤマトタケルの御事ではありません。これははっきり言えます。これは絶対おかしい。そうですね、これが分かっていただければこうです。もう一回戻りましょう。じゃあ和武天皇って誰ですか。私にはこの和の豪の武、この和武さんしかいないわけです。この和武さんがここに書いてありますよ。立ちて和王となる、自ら四時節都督七国諸軍事、あ、ちょっと小さいですね、大きくしましょう。この部のところにですね、立ちて和王となる、自ら四時節都督四国諸軍事、安東将軍和国王と称すという、この帝ですね、武王ですね、この武王のこと、和の武王、縮めて和武ですね、これが和武天皇だと思われます。はい、さあそこで日立の国不動機のヤマトタケルで、この和武天皇すべらみことと読んだとありますが、どう見てもこれやっぱり和武天皇さん、日立の国まで行ってますもんね。のでやっぱり卑弥呼さんの時代に近いヤマトタケルは当然のことながら関東まで行けませんでした。それに対してこの和の武王さんは関東まで行ったという証が大体あります。だからこのヤマトは、竹のすべらみことというのは間違いで、これはむしろ和賀竹大王と呼ぶべきかもしれませんね。これがですね、熊本県の江田船山古墳から出土した鉄剣と、それから埼玉県の稲荷山古墳でしたですよね。あそこから出た鉄剣に刻まれていたのは和賀竹大王でした。これよく読んだら和賀竹です。むしろ和賀竹です。だからその鉄剣から考えれば、江田船山から埼玉県の稲荷山古墳まで間違いなくこの和武天皇さん、和武大王は、和賀竹大王は九州から関東まで行ってますね。そういうことが読み取れようかと思います。はい、こういうことでしたね、ここでしたね。はい、さあその和の武王が中国側にこれだけ記録されていますね。これは南朝に仕えした和の武王たちの記録です。もうこれを全部読んでる時間はそうございませんが、ちょこっとだけ見ますと、ここに三が出てきますね。三ですね、ここにも三ですね。ここにやっぱり和三って言い方ありますでしょ。やっぱり和武って言い方ありますよね。はい、それから三です、また。はい、こういうことになっていきますね。今度は陳ですね。はい、陳ですね。三四四弟陳達です。それから、さらに進みまして、今度は姓が出ておりますね。ここにもやっぱり姓が出ております。しかもここまた和姓ですよ。和を和姓ですよね。はい、こういうのが、見えようかと思います。それで次に今度は世子公を持って安東将軍となすとありまして、公ですね。姓氏氏世子公を使いを使わず公が出てきますね。はい、それからさらに進みまして、ここです。和国王武でしょ、武ですよね。ここに武が出てきます。478年ですよ。やっぱ卑弥呼の直後のヤマトタケルとは年代が違いすぎますでしょ。200年以上違いますよね。で、公子武達です。
で、ここに書いてありますように、史実説、都督、和、新羅、美真、唐、新漢、母漢、立国、諸軍事、安東、大将軍、和王に女子とありますね。はい、和王、武です。先ほどの和政とかも考えると、和武という可能性ありますね。日立の国不動記に、和の五王の和王、武、残ってましたね。502年まで、梁の時代まで使い出してますよ。はい、これが日立の国に行った和武天皇が大和武尊皇子でないことは明らかだろうと思います。なぜ通説の先生たちはここまで中国史書と対応させようとしないんでしょうか。そうしますとですね、これが面白いんでございますね。面白いとは怒られますけど、音立花姫、海の神を沈めるために受水自殺なさいましたね。ところが日立の国不動記において音立花姫と古事記日本書紀出てきますけども、これが名前違いますね。大立花姫の御子と、あるいは立花皇后ですね。夫は大和武尊皇子であるんですが、和武天皇、違いますね。和武天皇に対して大立花姫の御子と、大和武尊皇子と音立花姫じゃないですね、これ。正確にいきましょう。違いますよ。それで一番面白いのは、ここに書いてあるなめ方郡上です。和から、大和の国から下ってきて、でこの地で会いなさったっていうんですね。それでここをアフカの村というんだと。でもっと面白いのがこちらでございますね。高名郡上、高郡上ですね。ここに天皇のに公し、三幸し、立花皇后やりて、海に臨みて、砂ドラ締め、捕獲の利を愛、競わんと、山と海のものに分かれて、探り玉行きとあり、和武天皇がのに、立花皇后が海に分かれて狩りを競い合った、えらいのんびりムードですぜ。どこが受水自殺ですか？これ全然違う話ですよね。これに学者さんたち気づきませんかね。全く違う話でしょ。私にはそうしか思えんとですわね。はい、以上ルール述べてきました。あと実は播磨国不動記にも景行天皇出てまいります。それから豊後の国不動記にも景行天皇出てまいります。ただもう豊後の国不動記の景行天皇はもともと豊前と豊後が一つの豊の国でした。そこから分かれて豊前の不動記、豊後の不動記になっていくわけですが、豊後の不動記の中で細かく追っかけますと、豊前の国の不動記に出てくる、先ほど私が挙げた景行天皇記に出てくるネギとか千田とか椿市とか一名が豊後の国不動記にも出てきます。だからこれは分かれる時にきれいに分離できずに、豊後の国不動記に豊前の国の地名が残ったものと思われますので、豊後の国不動記は今回挙げませんでした。それからもう一つ、播磨国不動記も日本書紀が出来上がった後の不動記として、もともと九州のお話が播磨国不動記の半分ぐらい占めておりますので、これもちょっとまだ分析が完全にできていないので今回外してあります。その外した部分を含めましても、景行天皇記のからくり、今日の最後に来ました。景行天皇記には時代の異なる別々の王の記録が合わされている。1、宇賀や吹合津の御事と神武天皇の佐賀平野攻略戦が大和武尊の御事の川上武尊退治として書かれている。時代の異なる事柄が一つの天皇記の中で一緒に書かれている、混合されているわけですね。2番です。時代順に書いてあります。卑弥呼の死後の和国乱、ここに大和武尊皇子と景行天皇の死闘が出ております。
ヤマトタケルノミコトが荒ぶる神と戦った場所、慶光天皇が土蜘蛛熊楠と戦った場所、綿密に並べていきますと全部同じ場所です。じゃあヤマトタケルノミコトが戦った荒ぶる神とは何者か、慶光天皇です。慶光天皇です。どうしてもそうならざるを得ませんでした。卑弥呼の死後の和睦欄が書かれている。少なくともこの石碑には間違いなく神武記にあるべき事柄が慶光記に残っていたりしています。これが一つです。そして今見ましたように3、倭の武王の業績が慶光天皇記の冒頭に挿入されている。九州から関東まででしたね、バブ天皇。さあ、これその慶光天皇記ですが、前後80人の子です。すごい子沢山ですね。で、ヤマトタケルノミコト、若田荒彦のスメラミコト、伊保機の入り彦のミコのほか、七十よしを皆国軍に奉じ、おのおのその国にゆかしむと書いてあります。70余りの国ですよ。もう一回皆さん考えてください。和武天皇は、倭の武王は確かに九州から関東まで行ってます。ヤマトタケルノミコトは卑弥呼の死後でしたね。途中示しました。卑弥呼の時代にはまだ九州、北部九州に大和の国、熊本県に久奴国、そして近畿に東帝人の国、東帝国でしたね。で、慶光天皇がやっぱ大和武尊と戦ったという2から考えましても、この74人の子供が皆国軍に奉じられた、つまり74カ国ある。まあ、国だけで言ったらですね、まあ、実際には数十国、数十郡かもしれませんが、あるわけですよね。で、その70人の子を全部その国に行かせたっちゅうんでしょ。もうこれしか考えようがないですね。そして、纏向の白の宮に入ったというのも書いてありますね。と、この部分がどう見ても私にはその九州から関東まで治めた倭の武王の業績としか思われないわけです。したがって結論です。この時代の異なる複数の王の業績が合成されたために、8世紀の不動記成立に際し、各地に大和尊の命の伝承が拡散されたようだ。この過ちに今日まで誰も気づいてきませんでした。だから慶光天皇記も日本書紀の中で相当に後の我々日本人を混乱させる原因を作った巻でございます。これが私が大和尊の命を追求し、神功皇后を追求し、また神武天皇を追求した結果、最終的に慶光天皇記のからくりというところまで到達いたしました。これを正しく分析していけば、日本史の古代史の部分はますます明らかになっていきますし、地方の各伝承の意味もかなり整理されていくんじゃないかと思います。最後に、武部大社のお宮さんには非常に感謝しております。わかりやすい大和尊の伝承を提供してくださいました。電話一本で、ああどうぞ使ってくださいと宮司さんおっしゃいました。再び武部大社の宮司さんに感謝しながら、この慶光天皇記のからくり終わりたいと思います。長らくありがとうございました。